メルボルンビクトリーフットボールクラブはオーストラリアの都市メルボルンをホームタウンとするオーストラリアプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブオーストラリアではそれまでセミプロによるオーストラリアンナショナルサッカーリーグが開催されていたがオーストラリアサッカー連盟が オセアニアサッカー連盟からアジアサッカー連盟に転籍することが決まり、オーストラリアのサッカーの全体のレベルアップを図る目的から完全プロによる A リーグが2005年から開始し、同年2月にそれまでビクトリア州にあったサウスメルボルン FC、メルボルンナイツ FC に代わるチームとして新たにメルボルンビクトリー FC を結成。2006から07シーズン。 レギュラーシーズンとファイナルシリーズを共に制し、A リーグ初の完全優勝を成し遂げた。リーグ内では、シドニー FC、アデレードユナイテッド FC、メルボルンシティ FC とライバル関係にある。また A リーグ所属クラブとしては、最多8回の AFC チャンピオンズリーグ出場を誇り、そのうちに2016年と2020年大会では、GL 突破を果たした。 ホームスタジアムについては、A リーグ開幕当初、オリンピックパークスタジアムを使用していたものの、ウィングを除き立席である点がネックとなり、また2006年9月に、シドニー FC といった試合で、テルストラドームに、当時のリーグ記録となる49,730人の監修を集めたことから、2006から07シーズンでは、スケジュールの都合でテルストラドームが使えない2試合を除いて、 テルストラドームで開催。当初、2008から09シーズンから、オリンピックパークの東に新たに建設する予定のメルボルンレクタンデュラスタジアムに本拠地を移転する予定だったが、当初計画での収容人数が2万人程度と、少なかったため、チームが移転を拒否。結局、計画を変更し、収容人数を3万1000人とし、後日回収で、 拡大可能な仕様にすることで移転に同意、2010から11シーズンから新スタジアムを本拠地として使用している。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。